ラファー・エール・ビッキーは、スイス・ロインカーン出身の元同国代表サッカー、選手。現在は、メジャーリーグサッカーに属する、シカゴ・ファイヤー FC の監督。プロデビューをした、FC ・シオンでは1995年から1997年と、スイスカップ3連覇を果たし、自身の評価を高めた。1997年から在籍したブレーメンでは、1998年に、 クラブのサポーターが選出する年間最優秀選手賞を受賞し、同年にスイスサッカー協会が選ぶスイス年間最優秀選手賞も受賞した。16歳で FC シオンのトップチームデビューを果たすと、1997年に自身初の海外挑戦となるベルダーブレーメンへと移籍した。ブレーメンでは1998-99シーズンに DFB ポカールを獲得し、 チームに貴重なタイトルをもたらした。2000年に当時セグンダ・ディビシオンに在籍していたアトレティコ・マドリードへと移籍したものの、スペインの環境に馴染めず1年で退団した。2001年の冬、ビッキーはドイツのハンブルガー SV へと移籍をした。加入当初は安定した出場機会を得ていたが、2005年から度重なる怪我により、ベンチを温める時間が増えた。それでも、 UEFA チャンピオンズリーグや UEFA カップにはほぼ毎試合起用された。2007年にシオンに移籍するまで2つのタイトル DFL リーガポカールを獲得した。その後はプロデビューをしたクラブのシオンに戻り、現役最後のクラブとして2008年に加入したクラブデポルティボチーバス USA で15年にわたる現役生活を得た。17歳で、 A 代表に招集されて、以降定期的に招集され、UEFA ユーロ96や UEFA ユーロ 2004-2006FIFA ワールドカップに参加した。2009年にマルティン・シミット監督の下で FC トゥーンの U21 コーチに就任し、翌年からセルベット FC のユースを指導。 2013年から2017年まで FC バーゼルのユース野 u 21チームを指導し2017年にトップチームの監督に就任した。隠した相手に敗北するなど不安定な成績を残し、それまでバーゼルはリーグ8連覇を記録していたが、リーグ優勝を BSC ヤングボーイズに奪われてしまった。2018から19シーズンも引き続き監督を、 ストメルも第一節の FC ザンクトガレンに敗れ解任された。2019年からアメリカ合衆国代表の U-17 チームを指揮。2019FIFAU-17 ワールドカップ本大会ではグループリーグで敗退した。2020年1月にメジャーリーグサッカーに属するシカゴファイヤー FC の監督に就任した。ありがとうございます。